今ね、一発目としてオカマっていうところに来たんだけど、ちょっとね、視界不良すぎて何も映像撮れそうにないんで、他のスポットに行きたいと思います。どんな感じだったのかはある程度載せとくんで、ちょっと雰囲気させてください。今の気温がね、今ね、7度となっております。7度、めちゃくちゃ寒いっす。もうね、手がね、めちゃくちゃかじかんでね、霜焼けみたいになってさ、今このね、今これ服がさ、えぐいのわかる？平安時代の女の人みたいになっててさ、ユニクロ3色4色着かな、ほら見て、これやばくない？やばいのよ、普通にほら4色の人みたいな、なんかレインボーの人みたいになってるからちょっとやばいんだけど、めちゃくちゃ寒い。でこれね、ゾーンゾーン、今回ね飲んだのはゾーンということでね、まあゾーンバチコリ決めていったんだけどね、ちょっとゾーンでも勝てなかったわ。重いっしょ、ゲロモピーポーでしょそれ。そうなんですよ。というわけでね、まあ、今回は、今からね次のスポットにちょっと休憩してからね向かいたいと思います。これからね Vlog をどんどん上げていきたいと思うんで、皆さんよろしくお願いします。というわけで、また次のスポットで会おう。今ようやっとね、オカマからね降りてきて、ようやくセブンに着いたので、セブンコーヒーを買いました。乾杯。エッソ。というわけで、生き返るね、染みるね。染みですか。トランクでブルブルしてたからさ。トランクで寝るってなかなかない。やばいよ、死体で運ばれてる気分だったマジで。でこれから行くのはね、立石寺ってところにね向かっていきたいんだけど、山形の今ね、今いるのがね、山形の方まで出てきて、そっからまた仙台に戻る感じで、こう経由していく感じ。というわけでね、この立石寺っていうのをまたね、映像でお届けしたいと思うんですけど、はい、こんな感じで、今から向かっていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、というわけでね、いよいよね、立石寺っていうところに着きました。今からね、立石寺のちょっとした撮影をねしていきたいと思います。こんな感じで行ってみよう。2日目ですね。2日目なのか、はい、これ3日目なのか。2日目ですね。そうだね。はい。はい。はい、今ね、2日目なんですけど、昨日ね、行ってきた、滝と、あとね、山寺の映像は、まあ、いくつかね、さっき載ったと思うんですけど、今から向かっていくのはね、宮城県で一番有名な松島ってところにね、向かって行って、そこから南下してって、福島、とあと大勢に向かっていきたいと思います。はい、まあそんな感じでね、これからも Vlog をどんどん続けていきたいと思うんで、よろしくお願いします。今回買ったのはね、今朝なんですけど、まあ、やっぱね、まあ朝といったらやっぱコーヒーといったらセブンカフェ、こちら購入させていただきました。あ、それとね、なんか、まあ、新発売っていうこの炙りベーコン、うん、すごい美味しそうだったから、炙りベーコン炙りベーコン、頑張れ、ここで仕事しないとダメだよ。いや、マニュアルの方が多くするか。うん、炙りベーコンなんでここで、なんでお前ここでピント合わねん。炙りベーコンと、まああとね、唐揚げ棒をね買ってきたんで、まあこれを食べながらね、お子さんに運転してもらいながら行きたいと思います。
今は島から今ね白石城っていうところに向かってるところなんですけど、白石城っていうぐらいだからお城を撮っていきたいんですけど、まあ、実際ドローンが飛ばせるかどうかはねちょっとまあ何とも言えないところなんで、実際ねこう手取りになっちゃうかもしれないけど、まあ、ドローン飛ばせたらねしっかりドローン飛ばして白石城を撮って、でその後行くのが不動大滝っていうところに向かって、でその後に、無遠鏡の私っていうところで、まあ、ドローン飛ばして湖撮って綺麗な映像を撮っていきたいなと思います。こんな感じで今からね高速に乗って、まあ、ちゃんとねセブンカフェも全部飲み終わったところなんでね、しっかりと向かっていきたいと思います。それでは行ってみようかな。はい、というわけでね今ね白石城、いや白石城っていうのかな、白石城から、今福島にね南下してきて、まあ、ちょうど福島市にいます。まあね、このセブン、やっぱセブンコーヒーをねまあ例のごとくね、セブンコーヒーを買ってね、今からね、竜沢大滝っていうところにね、向かっていきたいと思うんですけど、まあ、今回のね、お昼ご飯をちょっと紹介していきたいと思います。今回はね、セブンといったらこのサクサクメロンパンと、あと明太子パン、なんかこれ新商品らしい、なんか普通に美味しそうだから、やってみた、と、アメリカンドッグ、こんな感じで進んでいきたいと思います。ドローンで先の映像を撮っていきたいと思うんで、こんな感じで、それではやってみよう。今ね、竜沢大滝というところに行ってきて、本来の目的だったらね、これから向かうのは無限郷の私というところに行って、まあいい感じのね、あの池とか、あと橋とかね、赤い橋とかを撮っていく予定だったんだけど、ちょっと時間の都合上ね、ちょっとそれが厳しくなってきたから、今から行くのはね、五色沼っていうところにね行ってみたいと思います。これでね、あの湖の映像をしっかりとね撮って、あのいい感じにね仕上げていきたいと思います。それでは行ってみよう。沼っていうところに行ってきてちょっと撮影してきたんですけど、本来ならね大内宿っていうところにも行く予定だったんですけど、まあちょっとね時間の関係上ね、こうやってもう日もね落ちてきちゃってだいぶ暗くなってきちゃったので、まあ、大内宿っていうところもねもうあの営業時間が終わっちゃったみたいで、なかなか、行くのが難しいなというところなんで、まあこれからね、いよいよね、あのホテルのある、まあ、那須塩原に向かっていきたいと思うんだけど、まあ、とはいえね、まだチェックインするのはまだちょっと早いなっていうところで、まあ一旦日向市とかに寄って、その途中にある日向市っていうところまで寄って、まあラーメンとかちょっと食べてね帰ろうかなっていう感じです。はい、というわけでね、あのこの2日目の旅はね、これで一応、まあ、撮影はおしまいかなっていうところなんですけど、はい、まあ、そんな感じでね、また3日目も頑張っていきましょうということで、また3日目会います。はい、おはようございます。本日は3日目の、3日目のまだホテルにいます。ということで、ちょっと朝食をね紹介していきたいと思います。はい、まあ、あのコロナ禍で、まあ、あんまりレストランで食事ができないよっていうことなんで、まあ弁当っていう形式にやってますね。フレンチトーストとか、まあ、いろいろあって結構美味しそうなんじゃないかなというところですね。はい、どうですか。美味しいよ。今日のことでした。というわけでまた、現地で会いましょう。また会いましょう。はい、おはようございます。最終日となりました。今回向かっていくのはね、福島県と、それから栃木県と、あと群馬県の県境にある尾瀬っていうところにね、尾瀬国立公園っていうところに向かっていきたいと思います。最終日でね、ドローンも今日返却しなきゃいけないんで、まあ、割と今日は、ハードスケジュールになるかなと思うんですけど、駐車場に止めてから、どうやらね、1、2時間ぐらいハイキングコースを行ってから、その有名なスポットに着くみたいなんで、
まあ、早くね今日は出発しようと思ったんですけど、ただいまの時刻ね11時22分ということで、はい、割とねちょっと、まあ、スロースタートになってしまったんではないかなっていうちょっと焦りがね多少見えていますね。はい、まあ、そういう感じでね最終日なんですけど、これからもねしっかり、ドローンと一眼を使ってね、まあ、皆さんに、ね、いい映像をお届けできたらなと思うんでやっていきたいと思います。それではいいです。はい、今ね尾瀬の湿地帯のところに着いたんだけど、なかなかね本当はね山頂まで行く予定だったんだけど、まあ山頂まではこういろんな方にね登山客の方にいろいろ話を聞いたところ、まあ、ちょっとねまあ山頂までこの時間から行って登るのはいけるけど下ってくるのは無理だよって言われたので、あ今日はね今日のところはちょっとね帰ろうと思います。なんでね、でもね、ちょっとね、ドローンからの崖の映像がね、全然撮れてないから、それをまあ帰り探しながら、まあ車でね、帰路に着きたいと思うんですけど、はい、まあ大勢でもね、結構ね、ここでもかなりいい映像を撮ることができたと思うので、その映像、ご覧ください。交通量だ。マレーシア着いたわ。めっちゃエスプレッソ大成功。